こんにちは、昭和な男でございます。今回はですね、新仮面ライダーを見てきましたので、その感想をね、述べたいと思います。で、最初ちょっと申し上げておかないといけないのは、私ね、小さくね、仮面ライダーはね、あんまり見なかったんですよね。ただやっぱりね、ヒーローものといえばウルトラマン、仮面ライダー、ゴレンジャー、機械だね、この辺が流行っていたので、ちゃんと見てないけども、まあちょこちょこ見ていたっていうのと、あのね、有名な、あの曲ですね。センマルーショカーのとかはね、もちろん知っていたので、まあ懐かしいという思いはあります。ただね、ストーリーとかね、そういうのあんまりよく知らなくて見ました。あと、私、あんまりね、テレビをね、平成に入ってから見なくなったのと、働き出してから、夕方の時間帯から働く仕事が多かったので、ドラマをね、もう今もそうなんですけどね、あんまり見ないんですよ。まあ、再放送とかでね、たまにこう時間があって見たり、あと、ビデオとか、ビデオって言い方変ですけどね、DVD とか今の配信とかでね、後追いでちょっと見たりするぐらいなので、俳優さんを知らないんですよ。ですので、そのこともあります。で、あと、今回の監督のね、庵野さんの作品も私ね、キューティーハニーと、ぐらいかな、ちゃんと見たのは。ウルトラマンは脚本だけだったのかな、あの方は。だからね、あまり知らない。で、映画もね、評論できるほどね、すごい知ってるわけではないし、カメラワークとか全然わかんないし、あくまでも、昭和生まれのおっさんが見てね、こう思ったっていうね、感想のね、動画だと思ってください。お願いいたします。だから、知らないっていうことで、ちょっと失礼なことを言ってしまうかもしれないんですね。それ違うぞとかね、間違えたこととか。その辺はね、まだ書き込んでいただければ、ちょっと勉強になるのでいいかなと思います。はい。では、よろしくお願いいたします。昭和の男。全体的にどう思ったかっていうのをね、ちょっと後でお話しさせていただくとしてですね、まずちょっとブレイクダウンしてね、お話していこうかなと感想を思いますけども、まずストーリーの方ですね。で、私先ほど申しましたように仮面ライダーをね、小さい頃ちゃんと見てないので、ストーリー、そのオリジナルのストーリーがちょっとわからないんですよ。結構ね、この映画のストーリー、深いんですよね、仮面ライダーでね。まあ映画用にしたものなのか、ね、石森章太郎さんの原作なので、その原作を元にしたのかちょっとわからないんですけども、ストーリーの流れとしてはすごく良かったと思います。対してね、ウルトラマン、私ウルトラマンをね、新ウルトラマンのをね、見たんですけど、ウルトラマン大好きだったので、ちょっとね、ストーリー的に、こう、薄い感じがしたんですよ。あっちの方は。人間性のあるストーリーじゃあんまりなかったっていうのがあって、でも今回の仮面ライダーは、仮面ライダーのその、心情っていうのをね、すごくよく出てたと思います。主に、二人のね、主人公が、の心情をもとに進んでいくんですけども、一人はね、さっきの仮面ライダーですね。まあ、なぜ仮面ライダーに彼が選ばれたかっていうね、彼のね、抱えてる問題、そのことが一つスポット、問題というか、彼の悩みですね。それが当てられているのと、あとヒロインのね、女性の、その、まあ、人間的にどんどんこう、2時間ぐらいの映画の中でちょっと変わっていくですね。冷たい女性だったのが、だんだんこう、人の心に触れていくみたいな、こう、2つの話があってね。それはすごく良かったと思います。ウルトラマンの方のね、映画の方はなんかね、天然ボケの宇宙人みたいな形で映ってたので、ちょっと人間味がなさすぎて、ストーリー、的にもね、あまりワクワクするっていう感じではね、シーウルトラマンはなかったんですよ。良かったんですけど、まあ昔のウルトラマンにリスペクトしたっていうのがあってね、出てきて良かったんですけども、次はどうなるだろう、展開どうなるだろうっていうのはあまりなかったんですけども、今回の仮面ライダーの方はそれはね、あったと思います。ね、ちょっとヒロインの設定がね、ちょっと私、まあ一つ、ちょっと入り込めなかったのがですね、結構冷たい女、強くて冷たい女っていう感じで出てきてですね、まあ、父が亡くなっても涙も流さないという形でこう、最初は始まっていくんですけども、まあ、ある時からですね、ちょっと感情が前に出て、で、最後はちょっと色っぽく、女っぽくなるんですけど、そこの展開がね、ちょっと早すぎるというか、あんなに冷たい父親が死んでも涙を流さなかった女性がですね、いきなりなんかこう、
いきなりなんか友達みたいなのがなくなってしまって、急になんか色っぽくなって女っぽくなって、ちょっとそこの、がね、ちょっとあまりにも、ちょっと急にそうならないでしょうみたいな、ちょっと感じだったので、そこがなんか残念だったかなとはね、思うんですけど、まあね、プロットとしてはね、非常に面白かったと思います。アクションヒーローものといえばね、アメコミのね、スパイダーマンとか、キャプテンアメリカとかですよね。あの戦い方が、なんか、デフォルトになっちゃっているというか、なんかね、戦う時になると、こう、カンフーのような、空手のような、ボクシングのような、まあ、スタイルがあって、戦いますよね。でも、あの戦い方自体、ちょっと現実的ではないですよね。人が戦う時に、あんなみんなね、こうね、武術を習ってるわけではないので、あれはちょっと違うなといつも思っているんですけど、まあね、出た頃はね、面白くて見てたんですけど、ああいうね、戦闘シーンもちょっと見慣れてきたかなと最近思っていたところなんですよ。昔のアメリカのね、まあ、アクションもの、刑事ものとか見てると、ああいう戦い方じゃないですよね。なんか警察学校で習ってきた、なんかから、なんか柔道っぽい投げしたり、まあ、あとね、パンチっていうね、本当古典的な戦い方ですよね。チャーリーズ・エンジェルなんかもね、昔の見たらわかるんですけどね、映画版のね、新しいのチャーリー・エンジェルみたいにバンバンあんな風にね、女性がカムみたいに戦ってはないです。だからやっぱりああいうね、アクションものの戦い方っていうのもちょっとワンパターン化してきてるなと思ってたんですけども、今回の仮面ライダーどうなるんだろうってね、思ってたんですけども、本当にね、なんか、空中飛び上がって、こう、キックしたりですね、ライダーキックですね、とか、こう、無駄に回転するとか、考えると変なんですけども、あれがね、やっぱり昭和の仮面ライダーの醍醐味なんですよ。で、それをね、きちんと取り入れてて、こう、カット割りがね、きちんとなってて、こう、本当にね、昔の撮り方を、こう、かっこよく見せてくれてるアクションなんですよね。これはね、監督の力なんでしょうね。すごい良かったです。アクションではね、もうね、満点つけてもいいかなと思います。で、もっと戦いのシーンがあったらね、楽しめたかなと思いますけど、良かったと思います。出演者の方なんですけども、私ね、冒頭に申し上げた通り、あんまりテレビ見ないので俳優さんのこと知らないんですけども、今回ですね、いろんな有名さんな俳優さん、私でも知ってるような俳優さんがポコポコポコっとね、ちょっとちょい役ですね、カメオに近いかな、友情出演みたいな感じ、友情出演じゃないと思うんですけど、ちょこちょこちょこっと出てたのがね、それはすごく良かったですね。で、主役の方ですね、池松壮亮さんっていうんですかね、ごめんなさい、ちょっと名前覚えてないんですけども、この方ですね、私ね、存じ上げてなかったんですけど、まあ、どっかで見たかなっていう感じはするんですけども、演技上手ですよね、この方ね。で、ちょっと弱い感じのね、本郷猛、仮面ライダーのね、人間の姿の時、本郷猛さんって言うんですけど、本郷猛さんを演じてて、すごく良かったです。仮面ライダーのね、本郷猛さんといえば、藤岡弘さんですね。もう、わー、強い俳優さんがやられてましたから、昔ね、昭和の。で、なんかそのイメージがあったので、ああいうね、ちょっと弱い感じの方がなるのはどうかな、とか、ね、予告見た時ちょっと思ったんですけども、全然違和感がないっていうか、あ、仮面ライダーって本来こういう感じなのかもしれないと思ってね、石森章太郎さん、ごめんなさい、石森章太郎さんが書いたのはちょっとわかんないですけど、原作読んだことないんで、なんかすごく彼の苦悩が出てて、優しくて、芯はしっかりしてるんだけども、なんか、ね、こう、心病んでるところもあってみたいな、すごいそれがね、うまく出てて、本当に良かったんですよ。ただ、ちょっと仮面をかぶった時に、ちょっと何言ってるか聞こえないっていうことが多かったと思います。でもあれはね、テレビ版みたいに、後でね、アテレコしてしまうと、なんか本当にもう子供向けの漫画みたいになっちゃうので、あれはあれで良かったのかな、聞こえにくい方が、まあ、現実的なね、こう、仮面の下から喋ってるっていうのが出て良かった。演出じゃないのかなと思いますけどね。ちょっと聞こえにくかったらそれだけです。いい俳優だったと思いますね。で、ヒロインの浜辺美波さんという方ですね。申し訳ないですけど、私ね、存じてなかったんですよ。で、非常に綺麗な方で、可愛いというか綺麗な方かというかね、まあ、整った顔立ちの方なんで、すごくファンの人も多いと思います。コメントとか読んでるとね、美波さんが良かった。
よかったよかったってね、すごい書かれていたんですね。ですけど、私は今回初めて見たので、その感想をね、率直に述べます。ちょっと怖いんですけど、どう言われるかですね。ファンの人に、ちょっとね、言わさせていただくと、確かに綺麗、可愛い。いいんですけども、演技が、なんか下手くそではないと思うんですけど、普通な感じがするんですよね。まず、もしかしてちょっと役柄的に合ってないのかなと思ったりもします。すごい芯の強いですね。ちょっと、冷たい女性っていう感じで出てくるんですけど、そんな風に彼女が見えないっていうのと、声がちょっとドスが効いた声ではないので、やっぱりちょっと無理してる感が最初見た時にちょっとあったんですよね。で、後半にまあちょっと女性らしくなるんですけど、まあその辺はね、そっちの方が合ってるなと思ったんですけども、最後ですね、まあ回想シーンではないんですけど、まあ、彼女のこう記憶みたいなのがですね、遺言みたいなのでこう出てくるシーンがあるんですけども、あのシーンとかって結構ね、泣かせなきゃいけないシーンだと思うんですよね。ああ、そうだ、そうだっていうの。でも、そういう感じには受け止められなかったんですよ。で、確かに演技は下手くそとかね、臭いとかそういうのは全然思わなかったんですけども、本当にすごい女優さんだったら、あそこで泣かせる、見てる方をね、ぐっと泣かせるんじゃないかなと思うんですよ。そう思ったのはですね、私、こう、韓国のドラマをね、ちょこ見ることが最近あるんですね。まあずっと見るわけじゃないんですけど、大ファンっていうわけではないので、ただ見ていつもすごいなと思うのは、泣くシーンとかですね、泣かせるシーンっていうのはもう演技でこう来るんですよ、彼らはね。俳優さんたち、韓国の俳優さんたちってもうその演技で釣られてこっちもね、グッと来て泣いちゃうとか。怖い演技をするときはもう本当に怖いんですよね。ああ、すごいなっていう。なんかこう、プロット、お話だけじゃなくって、演技でグッと持っていくっていう役者を揃えてほしいなと思っていて、可愛いから、綺麗だから、かっこいいからってね。それじゃなくて、演技でですね、もうグッと来るような、ものをしないとやっぱりダメなんじゃないかなと思うんです。実際ね、まあ、韓国だけじゃなくて、他の、そうですね、ハリウッド映画とかね、ドラマ見ても、すっごいみんな上手ですよね。で、海外のサイトを見ると、やっぱりね、日本の俳優たちって演技がね、下手くそってもう実際言われているんですよね。大げさっていう。だから、大げさってことは、英語で言うと、サチョウの演技ができないんですよ。つまり、こう、微妙な演技ができない。顔をこう、一生懸命こう、ね、表情を大げさにして、こう、感情を作り出すことしかできないみたいなことよく書かれているんですよね。で、滑舌が悪いっていうね、声がパンと出ていないっていう、そういう女優さんは多いと思うんですね。男性の若い人、うまいですよね、最近の人。女優さんは、もちろんうまい人もいますけど、ちょっと微妙な人もいるかなと思うんですね。で、今回のね、南さん、もうちょっと頑張ってほしかったなと思います。怖いですね、こんなことを言うと、どういうふうに書かれるか、バットがいっぱいつきそうですけど、まあ、自然なおじさんのね、一作、彼女に、これしか見なかったかわかんないんですけどね、この、新仮面ライダー見た時の感想です。はい。はい。で、他の俳優さんなんですけども、先ほど申しましたように、有名な俳優さんがね、ポン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 といっぱい出てるんですけども、有名っていうだけではなくて、やっぱり役者としてですね、ちょっと、ね、オーラのある人たちが出てるので、その一瞬がね、非常に良くて、こう、スパイスが効いて、ここがね、すごい面白かったです。特に、個人的にね、個人的にですけどね、良かったな、好きだったなと思うのは、サソリオーグをね、演じた、長澤まさみさんですね。彼女別には私の一押しの女優っていうわけではなかったんですけど、この間見たドラマのエルピスかな、見て、すごい、いい女優さんなんだなと思いましたね。で、今回ね、1分もなかったかな。ちょっとね、ふざけた役で出て、ふざけたっていうか、まあ、怪人なのかな、あれはね。レッツアパーティーとか言ってね、すぐ死んじゃうんですけども、面白く演じてましたね。すごい良かったと思います。はい。と、西野七瀬さんですね。私が彼女を初めて見たのは、
あなたの番ですというね、ドラマだったんですけども、乃木坂ね、46のメンバーっていうのを知らなかったんですよ。乃木坂46、多分街歩いてても私わかんないで全然見ないから。だから、可愛い人だなと思ってたんですけども、まあ役柄的にね、ちょっと可愛い女の子で、まあ最後、あなたの番ですよ、ドラマではですよ。最後は、悪い、犯人だったっていう役なんですけども、そこの犯人役の時に、すごい悪い女なのに、なんか無理があるっていうか、可愛い女性っていうのが抜けられない、なんかこう、ちょっと役だったので、本当に上手い女優だったら、こっちがびっくりするぐらいね、悪な感じを、出して欲しかったなーってね、思ったのを覚えてるんです。だから、女優としてちょっと微妙だなってその時思ったんです。ただ可愛いなと思ったんですよね。で、その後映画版ね、あなたの番です見た時とか、今回も思ったんですけど、演技はちょっとわかんないです。前かどうか未だに。ただ、彼女って、なんか花があるというか、可愛い綺麗な人っていうのは世の中いっぱいいるし、ね、その彼女レベルの人たちっていう女優さんいっぱいいると思うんですけど、彼女の持ってる、なんていうの、可愛いけど影のあるような雰囲気っていうのが寂しそうなとことかね、顔の作りがそうなのかわからないんですけど、女優に向いてるんじゃないかなと思うんです。なんかオーラがありますよね、いるだけで。ただちょっと、滑舌が悪いのか、ちょっと声が通ってないところもあるので、もうちょっと頑張ったらね、彼女いい女優になるんじゃないかなと思うんですね。私の好きな原田知世ちゃんも昔微妙だったけど、すごいね、今大女優になってますから、彼女もね、変化していくんじゃないかなと思いますね。それだけのオーラはね、あると思うんですよ。まあ、個人的なもんなんですけどね、はい。この映画全体的に私はね、非常に満足しました。仮面ライダー好きじゃなくても、面白かったと思いますね。うん。仮面ライダーが好きな人が、見た時のね、感想と、あとは仮面ライダーのこと全然知らない、あのせん、まあ、ルーショッカーの曲さえも知らない人が、見たらどう思うかっていうのがね、ちょっと知りたいですよね。私はこう中途半端に知っているので、やっぱりあのね、曲が最後に流れてきたら、やっぱり、ちょっと心打たれるものありましたね。うん。新ウルトラマンの時はね、流れなかったんですよ。ウルトラマンの曲が、当時使われてた曲がね、なんか今時の言い方って、今時って言い方はちょっとあれですけど、今時の歌詞が歌っちゃったっていうね、まあいい歌だったんですけど、やっぱりあそこはいい歌とか悪い歌じゃなくて、ウルトラマンの曲を使うべきだったと私は思ってたんですよ。だから今回見た時に、仮面ライダーのね、あの時のテーマが最後流れたのはめちゃくちゃ良かったんですよね。そういう意味でもすごい良かったと思います。うん。ね、コメントを読むと、うん、この映画のですね、こう、ちょっと賛否両論分かれるみたいですけども、私の感想としてはすごい良かったです。今度やってもらえたら何かなって思いますね。機械だから、あれね、結構ね、深い話なんですよね、機械だって。ちょっと悲しいところも、特に美人だに悲しいね、思いがあるので、ちょっとそこを見たいなぁ、あとゴレンジャーかなぁと思ったりしますけど、あとキューティーハニーもう一回やり直してほしいなと思ってて、キューティーハニーを昔見たとき、面白かったんですね。漫画をアニメにすると、アニメを実写にすると、こんな風になるなと思って、すごくよくできたと思います。こう、なんていうかな、ああいう子供のヒーローものをね、こう、違和感なく大人が受けれるように、ちょっとギャグ的なとことかね、ブラック的なところを加えて、うまくできてたと思うんですけど、キューティーハニー自身がちょっと私すごい残念だったんですよ。なんかおにぎり食べて元気が出るみたいな、その設定になってて違うんですよ。ハニー、キューティーハニーはね、キサラギハニーはね、悲しいね、人生を背負って生きてるんです。それがなんか出てなくて、ちょっとなんかバカな女みたいな感じになってたから、そこをやり直して、もう一度パンサクロとか本当にうまく描けてたので、もう一度ね、監督にやってもらいたいなと思いますね。はい。ということで、今日はですね、新仮面ライダーを見てきた感想ということで動画を見させていただきました。この動画面白かったなと思う方はいいねお願いします。
それではまたお会いしましょう。バイバイ。